さあ着きました。いっぱいいます。今壇上でなんか喋ってますね。塩村議員かな。ちょっと目が悪くて全然見えないんですけど、僕立憲民主党のブースがありますね。で、日本維新の会が隣にあります。であとは公明党とか共産党のブースですね。で、令和ありました。串渕さんは多分まだ来てないのかもしれない。あ、とかいた、目の前にいた。知らん。ここです。来ました。今なんか喋ってるので、また後でお話できたらしたいと思います。ではアンケートやってるので答えたいと思います。アンケートやります。こんにちは。それ写してもいいですか。やってください。ありがとうございます。今賛成が優勢です。じゃあ、わからないにシールを押した。わからないに嘘です、嘘です、嘘です、嘘です。はい、いきます。賛成、この辺にやっていきます。ありがとうございます。小坂さん、それでは、文さんに言われた、串渕さんの討論番組に参加してもらえますかと、詳細が決まったら連絡くださいと、あ、全然いいですよって快くお返事いただけたので任務完了ということで、あとは多分いないと思うけど河野太郎を探してヤジの一つでも飛ばしてやろうかと思うんですが、あ、串渕さんが歩いてる。ピンクの下ね。多分いないだろうから適当にご飯食って帰ります。なんか串渕さんと、まあ、会場に来てるお客さんとで2人でもしくは何人かでお話ができる時間らしいので、ちょっと参加します。僕聞きたいことがあるんですよ。はい。積極財政について。はい。積極財政って何ですか。みんなの暮らしを良くするために、政府がしっかりお金を出すことです。よく積極財政っていうと国債発行は借金だから将来の付け回しだみたいに言われますが、僕は国債は未来への贈り物だと思ってるんですよ。で、国債について多分知らない方がほとんどなんで、はい、借り返してるだとかそのざっくりと教えてください、はい、ざっくりと。はい、まあ、今もうね答えが分かってらっしゃると思いますけど、総理も政府の負債は国民の借金ではないと国会で答弁されてます。国債発行できるインフレ のターゲットっていうのはありますけれども、そこまではもう十分に国民のために政府がお金を出して国債を有効に使って人々のための生活の資産や未来への投資に使うということが今必要だと思います。はい、ありがとうございました、はい、だそうです。なんか僕の目の前に高松菜奈さんがいて、これからお笑い芸人の政治のお話があるらしいです。コントかな、わかんないけど。笑える政治教育賞らしいです。ちょっと見て帰ります。それでは、なんか高松菜奈のやつ、みんな若い子は選挙に行こうみたいな内容でしたね。まあ面白かったです。お笑い芸人も来てました。知らんけど、なんだジグザグジギーって。結構取材来てるんですよね。 TBS とか NHK は見なかったけど、そろそろ帰ります。じゃあねー。